シンドットのド S チャンネル。どうもシンドットです。本日はですね、ボーカルオーディションに来ております。ボーカルオーディション前もね、何回か受けた経験はあるんですけれども、もう相当久しぶりですね。なんで受けるようになったのかというと、もう超家の近くでですねやってて、たまたまちょっと日程空いたんで、まあ受けてみるかなっていうぐらいの割と軽い気持ちで来ました。まあ、どんな感じかちょっとわかんないですけど、とりあえず行ってみようと思います。割とね、しっかりしたところにある感じがします。到着したんで行ってきます。何食いたい？そうですね、まあ天ぷらか丼で。天ぷらか丼？はい。天ぷら隣のビルになるね。あ、マジですか。そう定食系しかない。お、え、受かった？受かった、あのボーカルのさ、はい、オーディションをちょっと前に受けてて、はい、受かりました。一時審査。おー、すごいですね。おめでとう。おめでとうございます。なんかプロの作曲家の人と、はいはいはい、スタッフの人がさ、はい、なんか審査してくれて、はい、で、まあ、ちょっと話をして、はい、歌をアカペラで歌わされるっていう内容だったんですけど。さすがっすね。いやいや、全然です。これからどういう他のなんか審査があるんですか？まあ、二次審査があると思うんで、まあ、その二次審査行って、はいはい、また受かるか受からんかってなるんじゃない。あ、なるほど。また報告します。わかりました。どっちがいい？もうおつなばで。おつなべ、はい、じゃあおつなべ行きましょう。はい。なんでまたオーディション受けようと思ったんですか？いや、近かったから。近かったから。いや、めっちゃ家の近くやった、ね、なんか湯川くんが高校選ぶような感覚っすね。いや、マジでノリみたいな感じよね。なんか分からんやん。はいはい。なんかもうどういう会社かも分からんし、はい、どういう方針かも分からんし、はいはい、合格したらどうなれるかも分からんし、はいはい、まあ、相当リサーチしたら分かるかもしれんけど、もう単純にその広告見つけてさ、うん、フラッと行った感じ。はいはいはい。うわ、地下みたいな。へえ。だからまあ、ノリ。ノリで。ほんとノリ。夜中に本当にぼーっとしてる時に、はいはい、なんかこう申し込んだみたいな。そしたらもう速攻で案内が来て、はいはい、なんかトントン拍子に行ったみたいな。へー、うん、楽しみっすね。まあ、そうだね。くっそ久しぶりよ、オーディションとか。どんだけ久しぶりよっていうぐらい久しぶりよ。マジっすか。うん。過去何回ぐらい受けてたんすか？5回ぐらい。5回。うん。へー、その生まれて今までのやつね。はあ。5回も受けたんですね。そう。だからまあ本当にその1個前と今までっていうところに、はい、その間にさ、もうメジャーデビューとかしてるから、はいはいはい、その前の話だから。はあ、うん、あ、その後もちょっとなんかオーディションじゃないけど、まあ、ちょっとそれっぽいものを受けたことあるけど、まあ、それはまた別で、あります。はい、おはようございます。それではですね、本日は二次審査に行ってまいります。二次審査はね、なんか90分ぐらいの個人面談があるみたいなんですけれども、90分間個人面談で結構長いですよね。まあ、自分の方向性とかね、まあ、どういう風にやっていきたいのかとか、まあ、そういう話をするみたいなんですけれども、いろいろ話してこようと思います。まあ、ちょっと受かるかどうかわからないし、まあ、何次審査までそもそもあんのっていう感じではあるんですがね、まあ、とりあえずいろいろと話してまいろうと思います。それではご報告いたします。無事に二次審査合格しました。はい、
ということでですね、三次審査とかはもうないみたいなんで、これで合格となります。二次審査はですね、担当の方と面談させていただいて、まあ音楽に対する熱い思いとかをね、聞いていただくというようなことをね、やったんですけれども、まあその内容をもって、有名プロデューサーの方がね、いらっしゃるんですけど、その方とお話をして、で、無事に合格だっていうことになったみたいで、ご報告いただきました。おめでとうございます。しかしながら辞退することといたしました。まあいろいろ考えたんですけどね、理由は、オーディション合格後に提供されることと、自分自身が求めていることがちょっと違うのかなっていうふうに感じたっていうようなことです。制作メインになってくるんですよ。有名プロデューサーの方がいらっしゃって、本当にね、有名人に曲を書いてる、もうガチプロなんですよね。でそういう方が自分のためにオリジナル曲を書いてくださって、でボイストレーニングをしてね、レコーディングまでするっていうのは、まあ、すごく魅力的なオファーではあるんですけれども、僕自身ですね、やはりそのオリジナル曲っていうのを現在作って、活動している身ですので、どちらかというとそういうこともありがたいんですけれども、タイアップを取るとかね、メディアにどんどん露出していくっていうようなところで、一緒にタッグを組める人をですね、探したいなっていうような気持ちが強いです。例えばアニメのタイアップを取ってきたよとか、こんな大きなイベントに、ブッキングしましたとかね、テレビに出れるような風に話をしてきたんですけど出ませんかとか、一流の例えばカメラマンとかと一緒に組んでね、すごくアーティストブックの素晴らしいものを作って、インターネットを通じて世の中に知れ渡るようにして、まあ、顔を覚えてもらいましょうとかね、もちろん音楽も広めていきましょうとかもそうなんですけども、まあどちらかというとそういう、広げていくとかね、知ってもらうとか、ブランディングとか、まあ、そういうところをちょっと求めてる部分があったので、まあちょっと違うのかなっていう風に感じたっていうわけですね。もちろんそのゼロベースで、オリジナル曲とか持ってませんとか、もう本当にこれからですという人においては、素晴らしい、内容ではないのかなっていう風に思うんですけど、まあちょっとたまたま自分の境遇がね合わなかったのかなっていうような感じになります。大昔にねオーディションを結構受けたことがあって、今回久しぶりに受けたんですけどね、なんかすごく懐かしい感じもしましたし、なんかねまたこう熱い音楽をやりたいなって気持ちが芽生えたのは確かです。そういうきっかけになったのでね、受けてよかったなっていうふうには思っております。まあ合格したんでね、自信にもなりましたし、ね、まあこれを引っ提げてですよ、これからまた自分自身でこういうね YouTube を通じたりしながらですね、音楽活動っていうのを発信していこうと思いますので、また歌ってみたとかね、まあ、オリジナルも実はいろいろと個人的に制作してます。まあどういう形で発表できるかは今後のやり方次第なんですけど、そこら辺もね期待してこれから応援をしていただければなっていうふうに思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。じゃあ魂を売って生きてるんだよ、この世界にたった一つの魂を、あなたのためなんて言ったら押し付けがましいよね、だけどこれはノンフィクション、僕だけの真実、そう真実、僕ら一人一人の物語の答え合わせできる人を探すために生きている、それは僕にとってたった一人だよ、目の前にいるあなた。これはマイストーリーという歌なんですけれども、これでオーディション合格しました。いつかねリリースするタイミングが来ると思いますので、楽しみにしておいてください。
生きろ自由を愛して自在に羽ばたいてお前